こんにちは、果汁です。そろそろ発売ですね、ピクミン4。ちょっと私、そのピクミン本編の方をプレイするのをためらっているのですが、このピクミン4の世界観が前作のピクミン3に次いで、まあ素敵なんですよね。いろいろ PV とかも見てきました。ただやっぱ本編というだけあって、ピクミンがちょっと、こう、下手な扱いするとなくなっちゃうというのがやっぱ怖くて、でも、やっぱ体験してみたいということで、まあ、私の心が折れるまで、ちょっと触ってみようと思います。もし、こう乗り越えられたということであれば、このまま本編もやっていければなと思うんですけど、本当まずは触りでもやってみなくちゃわかんないから、この体験版を今から初めてやっていこうと思います。じゃあ行きましょう。えい。ちなみに私はピクミンはピクミンブルームだけしかやったことがないです。綺麗。あ、こいつなんか見たことがある。あ、つくし生えてるじゃん。あとなんだっけ、つくしがちょっと育った姿の、あ、なんだっけ、よタンポポ咲いてるし、懐中時計あるし、なんか今までの世界と比べてかなり現実に近い世界観だよね、ピクミン4って。あ、戻った。オープニング見るだけでもこんなに味わいがあるなんて、かなりリアリティありそうだ、ありそうですよね。じゃあ行ってみますね。あとこのピアノの演奏がとっても素敵。これベンチの下だよね。うわー、やってみたい。やってみます、ちょっとだけでも。じゃあ行きましょう。えい。ん？ストーリー段取りバトル任天堂 e ショップ、これで7月21日発売のピクミン4を購入できるんですよね。ストーリーが、遭難者を救助せよ、ピクミンと未知の星を大冒険。今作のストーリーは遭難者を助けに行くお話なんですよね。まあ、まずこちらから行ってみましょうか。これこれ、この体験版クリアするとスマートフォン向けアプリピクミンブルームで使えるコスチュームがもらえるんですよね。それも相まってこのピクミン4体験版をクリアしたいんですけど、やっぱ本編は怖くてなかなかできないと意気込んでたんですよ、今まで。でもこの度こうやって実況という形で挑戦することになったんですよね。どこまでいけるか、いけるとこまで行ってみたいと思います。エネルギーを1500集めて1日を終えると体験版をクリアできます。また遊んだセーブデータは製品版で続きから遊べます。ということで、もし私がエネルギーを1500集めて体験版をクリアした後でも、この作品もっとやってみたいって思うことがあったら、もう本編の方も続けて遊んでいきたいと思います。そうなったらいいのにね。何人で遊びますか？ああ、まあ一人司会なので一人で行きます。このピクミンが歩くアニメーションも可愛いね。テクテクって。ローディングしてるんだろうけど。鼻があるから赤ピクミンかな？青いけど。あ、ムービーですね。私はキャプテンオリマー。喋るんですよね。宇宙船ドルフィン号の船長だ。一作目の主人公ですよね。これは私が。今ラスト。
未知の星に墜落して救助されるまでの話である。あ、後日談みたいな感じ。あ、なんか影みたいで素敵だね。目覚めた時、宇宙船はパーツが飛び散りバラバラになっていた。このままでは家族の元へ帰れない。途方に暮れていると、あ、これなんだっけ、ピクミンの巣、オニオン。目が出たら引っこ抜きたくなるもんなのかな。不思議な生き物、ピクミンに出会った。かわいい。赤だな、鼻があるから。ピクミンには物を運ぶ習性があり、あ、いつの間にか5匹に増えてる。宇宙船パーツを運ぶのを手伝ってくれた。あ、これ来た。あれ、でもちょっと違う。しばらくしてまた不思議な生き物に出会った。これ あの子じゃないよね。なんか面長だもん。弱っていたそいつに食べ物、骨、食べ物与えると食べた。すっかり懐かれてしまい、あと尻尾が葉っぱなんだな。笛で、今ではパーツ探しを手伝ってくれる頼もしい相棒だ。あ、ちょっと音が。そしてようやく私は、最後の探索地となる場所へたどり着いたのだった。え、家じゃんこれ。なんだここは。綺麗なお家、モニターでっかい。いいお家ここ。オリマーと、これもう名前言っちゃうけど、おっちんじゃないよね。なんか緑でおもなが。オリマーさん、このエリアはこれまでと何かが違うな。ですよね。あとおっちんと比べると目が半開きだね。ま、待て、どこへ行くんだ、どこに行くんだ。赤、黄色、青、植木鉢、ひょっこり。わあ、かわいいね。クッションがこのサイズだからピクミンってほんとちっちゃいんだな。うっかり踏んでしまいそうなくらいちっちゃいんだ。なるほどね、華奢なのね。まいったな、ピクミンたちの様子もおかしいようだ。ひとまず彼らを呼び集めながら宇宙船パーツを探すことにしよう。あ、声低い。乗る。あ、来ました。正面を見るが ZL、 移動が L、 当たりを見回す。あ、この作歩けますね。しっかり奥までスティックを倒すとこんぐらいのスピードですけど、ゆっくり歩くこともできるようですね。こんぐらいのスピードが私好きなんですよ。ジャンプはできる？確かここに視点を動かす R。 おお、裏側。へえ。うん。よし、あれを壊してみよう。ジャンプすると力を貯め始められるから、一回ジャンプできるんだ。X 長押ししたまま狙いをつけて力がいっぱいになったら突進だ。ジャンプ ?X?4。 あ、ってことはさ、この本の上にも乗れたり。今は無理か。ピョン。結構いいジャンプができますね。ピョン。こっち側ちょっと今降りると危ないかも。この植木鉢に向かってピョンって長押しして溜まったら、えい、出ました。ピクミン。赤ですね。赤ピクミン。5匹いる。やはり、ここに隠れていたか。B、長押しの笛で呼んで集めておくとしよう。呼ぶんですよね。あ、
この音楽聞いたことがあるな。このポインターで B でピッてする。長押しで。あ、この犬についた。名前わからんけど。ピクミンたち一体どうしたというのだろう。すごい、犬を手なずけてるな。ここまでの状況を交換日誌にまとめておくか。え？状況？不時着して、で、犬出てきて、赤ピクミン植木鉢から出てきたぐらいしか書くことないと思うけど。じゃあ一応書いてみる？何かのヒントになるかもしれない。記録に残しておこう。R、ログって何？え？あ、すごい！セリフのログがあるんだ。へえ。あ、すごい、これ。オープニング中のセリフもあるじゃない。ん？遭難 XX 日目、はてなはてなはてな。あと、よく見たら、オリマーの目も微妙に違う。悲しんでいたり、ちょっと怒っていたりしてる。とします。はい。え、バージョン 10.2.6。ん？ニューオリマー、おかしなピクミン。このエリアに来てからピクミンの様子がおかしい。オニヨン。うん、やっぱりピクミンの巣、オニヨンって言うんですよね。オニオンから来てるのかな？オニヨンから飛び出していったきり、どこかに隠れてしまっている。宇宙船のパーツを集めるには、彼らの力が必要だ。見つけたら笛で呼び集めておこう。B 長押しで笛で集めて、犬にくっつけるんですよね。シャープ76、おかしなピクミン。書いた人、オリマー。あれ？今作の主人公ってオリマーだっけ？なんか自分で作るのがあったような。それはまだなのかな？これ、オープニング？プロローグって言うんだっけ？そういうのって。さて、宇宙船パーツの探しの続きだ。ピクミンを見つけたら一緒に連れていくとしよう。わーい。あ、いいね。X でジャンプ。X 長押しで突進。あれ？長押しで、突進！おう、よし、突進で壊してあれ。もう一丁？えい！お、ここにもいた！黄色です！笛で戻さずとも、ピクミンにぶつかればこうやって、犬にくっつけることができるのか。あれでカメラを見回すことができるのか。コルクボードにイラスト書いてある。子供がいたっぽいね。うわぁ、いいお家。こういうのをさ、こうやって 3D。いた。ピッカモン。この高台の下も探してみるか。高台ってここ？ここは X で登れないか。ピクミがくっついてるのかわいいな。高台、わっ。何あのイガイガしたやつ。ランブータンみたい。ここら辺は特にない？うわぁ。そうそう、こういうところをのんびり探索してみたかった。ただピクミンって、今はまだないけど、あ、パーツはなさそうだ。時間制限があるんですよね、一日に。高台の下？ここのこと？ここ？ここ何？あ、すごい、裏だ、裏。何もいないか。かなり裏来たけど、ここは入れない？よしよし。じゃあ戻ろう。ちょっと狭い狭い狭い。あっちにはまだ行けないっぽい。もう床に落ちちゃうから。じゃあ、ちょっと突進で行ってみましょうか。ゴー！ある程度突進するとちょっと疲れるみたい。じゃあこっから、ん？少し怖いが、ここから飛び降りてみよう。下大丈夫？何もいない？じゃあ行くよー。突進でピューンって行ってみよう。んー、レッツゴー！ピョン！あ、しまった。X だったジャンプは。まだちょっと操作が慣れないな。おー。あ、いいね。こういうところをこう、ちっちゃい生き物として探索するのいいね。これ猫草かな？上には植物もあって。茂みが動いたような。いるでしょ！じゃあ、B で呼ぶ！ん？今、
一人青ピクミンが出たような。よく見たらさ、ここ見てください、ここ。ポインターできますよね。LR でピクミンを、なんか、選ぶっていうことができる、ぽい。今、赤が7匹、黄色が5匹、青が5匹いるみたいです。ぴょん。ぴょん。わっしゃわっしゃ。茂みっつうかこれ、猫草だよね。猫がいたのかな？ってことは猫と戦うことになるのかな？このテーブル台の下とか、あ、オリマーが使えて入れない。あ、いた！赤がいる。これはポインター動かして、下を見て、B！ カモン！よし。そこにもいるね。カモン！これはカバン？あとそこには黄色ピクミン。あ、青がいる。えい！ X でジャンプして登ってみよう。こうですね。あ、これよく見たらイラストになってる。積み木と、このクレヨンで描いたであろうイラストが置いてあるな。これは池？うまいじゃない。X でジャンプ。X でジャンプってなんか慣れないな。ほい。私的には、X が笛っぽいんだけどな。ほい。で、ほい。カモン。ここは、どうしよう。笛で呼べる？ここが頂上かな？R で見回してみよう。頂上っぽいけど、このでっかいバッグ、ギターかなんかが入ってそう。よく見えないな。ちょっと R であたり見回す。そこのピクミンもさ、呼べる？えい！あ、呼べた！カモン！よし。で、ほい、ほい。あとは、ここのカバンの上に、青が2匹、B で呼ぶ！この先に一体何が？ X で突進？ちょっと待ってね。まだ、あ、いた！青がいる！ん？これ、なんかズームアップとかしたいんだけどな。なんか、葉っぱをくるめて何かしてる。ほい！これ、キャリーバッグかな？でっかいキャリーバッグ。ん？おや、これは突進で揺らせそうだ。どれ？これのこと？これのこと？じゃあやってみよう。X でー、ほい！ぬ、赤が落ちてきた。カモン。あ、黄色がいる。裏にはいないね。こっち側、あ、いる。ちょっと集めるの長く時間かかりそうだけど、このお家をゆっくり探索できるのいいね。そこに黄色がいる。まず黄色だな。黄色がいるから B で呼ぶ。ん？宇宙船パーツは一体どこだ？こうなったらこいつの鼻が頼りだ。宇宙船パーツの匂いを探してくれ。何その青いモヤモヤ。よし、この匂いをたどっていくとしよう。ガイドが出たか。まだちょっとピクミンが残ってるんだけど。R で、はーい。ちょっと待ってね。まず、突進で、ぽい。おお、よし、見つけたぞ。カモンカモン。ここにもいたか。ぽい。あ、ちょっと登れないから、ぽいってして。微妙に登れないようになってる、ここ。じゃあ、これは笛で呼んで、ほい。ここら辺は、ここまでかな？ここ突進でなんか、行けたりしない？ほい。まだか。よく見たら、あっちにもなんか色々してる。結構楽しんでるな。あ、そこにいる。呼びましょうか。えい。B で呼んで、この奥に気配を感じるな。
X でドン。え、これなんだろう、ブックスタンド。靴音がちゃんと鉄の足場の音になってる。カモン。ここら辺は段差は X を短くしてジャンプだ。こうこうこうだね。この積み木の段差はうまいこと登れないようになってたと思ったら回り込んでいけた。なんか向こうから楽しんでる声が聞こえる。これ線路を描いてるな。あ、いた。なぜここにいる。あとこのクレヨンのイラストは、お家、これ砂場かな。うまいな、この子。このイラスト描いた子。ん？これなんだ？テーブル？低いテーブル？ローテーブルって言うんだっけ？この上なんかあるのかな？あ、いる！また揺らしてみようか。じゃあ、まず呼んで、カモン。呼んで、ピクミンは随分集まったが、さて、パーツはどこだろう？ピクミンが今赤30、黄色20、青25いますよね。まずここで揺らします。ドン。上が騒がしいな。あれで覗いてみる。ちょっと上から落として痛くない。こうやって覗くこともできるのか。あとこのサーキュレーターは何？上に飛んでいけるってこと？投げる。いや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 いい。X でぴょんぴょん。この辺りは入り組んでいるな。 R で視点を変えてみよう。これさ、さっきの1個目見つけたブックスタンドもちょっともう探索した方がいいっぽいよね。あ、ちょっと疲れてる。1個目のブックスタンドっていうのがん？これが匂いのモヤモヤだよね。あ、やっぱそこ？そこのこと？ここだよね。ここにこのモヤモヤが続いてるってことは、やっぱり、そういうこと？えい！どっしん！斜めになって、ここに歩いていけます。ああ、いいからくり作ってるな。こういうから、も原生生物っぽい、なんかアルマジロっぽいけどな、可愛いけどスルーできませんかね。待って、原生生物だ。どこにもパーツが見当たらないが、まさかあいつが飲み込んでいるのか。だがあのトゲが邪魔だな。いや、見た見た、こっちに向かってトゲを投げてくるから、変にピクミンを突撃させると、ピクミンに刺さって、きっとあれ、一本でも刺さったら、ピクミン死んじゃうだろうから、どうすればいいのかな。トゲを飛ばした後に、裸になるところに、この犬が突進かな。いつでも突進できるよう、X 長押しで力をためながら、あいつの周りを動き回って、隙を伺うとしよう。あいつを倒してパーツを取り戻すぞ。ちょっと。X 長押ししながら R のカメラの操作が難しかったです。うわー、ついに戦うことになるのか。まだピクミンちょっと残ってるんだけど、先にもうやっておこう。宇宙船パーツを集める。オリマがかなり意気込んでる。ブルブルってしたら針が出てくるんだね。隙を伺う。 X で力ためながら、えい、わばば、ピス効いてるぞ。
あー、白目になっちゃった。これは宇宙無線じゃないか。ついに見つけたぞ。このパーツさえあれば助けを呼ぶことができる。え、あ、待って、ストレス進んじゃった。まだピクミンちょっと集まってないんだけど、もしかしてもう終わり？今んとこ。まだちょっと探索したいんですけど。待って、こうして私は宇宙無線を回収すると、まだもうちょっと探索できてないんだけど、諦めていた公開日誌を添えて、1ヶ月後、その信号はレスキュー隊の元に届き、私を救助するため彼らは星へと向かった。これか、 TV で見たやつは。まだちょっと探索できてないところがあったんだけど、今の原生生物倒したら進んじゃうのか。救助に訪れた彼らもまた遭難してしまった。あのカメラを動かしながら、いわゆる二重遭難である。まあ、今は読もうか、このストーリーも。もはや私の命運は尽きたと思われたが、いやだよね、助けに行こうと思ったらまた遭難するなんて。本部にはまだ一人、新人隊員の君が残っていたのだ。そう、君が最後の希望なのである。え、緊急ミッション、レスキュー隊を救助せよ。レスキュー隊を誰か、なんか遭難者をレスキューせよじゃなくて、レスキュー隊を救助せよなんだ。緊急事態発生のため宇宙船から全員脱出する。我々レスキュー隊の捜索を願う。なんかレスキューなのにレスキューするなんて、言葉がごちゃごちゃしてるね。 ID カードを作成し、直ちに出動してください。来た、あ、この子 TV に出てた子だ。正直私この子好きなんですよ。可愛いじゃないですか。で、あの PV でたくさん動いてて、いろんな表情も見せてて可愛いから、もうこの子にします。あら可愛い。てか、ちょっと待って、戻って、これが肌の色ね。黒から白までいろいろある。で、面長になったりでっかくなったりもできるんだ。え、この子がいい。やっぱり顔もいろいろある。でも私がやっぱなるとしたら、丸いお花の子がいいな。この子とか、この子とかで、髪型が、おー、髪型が変わるだけでも全然違うな。髪の色とかも変われるんだ。で、これが隊員の色か、赤で。名前は果汁でいきます。これデフォルトになってる、ちゃんと。よし、オッケー。じゃあ、さっきの ステージ、もうちょっとピクミンを集めて回りだった。あの原生生物倒したらそのままストーリーが進んじゃうなんて思わないじゃない。多分本編を買ったら、一番最初からこの引き継ぎなんてせずに、今度はあの最初からもうあのお部屋を探索してから、あのトゲトゲのアルマジロを倒して、つうか、あれ倒したらさ、幽霊出たじゃない。ってことは、倒したじゃなくて殺したっていうことになるのかな。言い方悪いけど、実際私たちの世界って殺すか殺されるかっていうところあるもんね。ほんと言い方悪いけど。じゃあ決定します。はい、レスキュー隊隊員果汁、出身生カルタ生。へえ、レスキュー隊を救助するという任務を受けた新人隊員。あ、待って、この子PV で見た子だから、私の名前じゃなくても分かったかも。まあいっか、あくまで体験版体験版。
体験版だからこそあのオリバーのところは原生生物を退治せずにもうどんどんこうして私の命運と消息を絶ったレスキュー隊の捜索は、うわ、一人の新人隊員に託された。え、私一人しかいないの？あのクルーのメンバーいないの？誰も。体験版だからこそいろいろ次はこうしようということが分かりますよね。だから製品買ったらもうオリマーのあの最初の探索はもっとじっくりやります。あ、クローバー咲いてる。この子は喋らないのかな。移動。遭難したレスキュー隊を探してください。あ、歩ける。靴音がちょっとなんかドタドタしてるけど、これが歩きつか走りだよね。なんかわたわたしてるな歩きが。これがスティックを浅く倒した時の歩き。でもこのピクミンの世界って日没があるからあんまりゆっくりしてられないとは言うけどね。これカタバミだ。クローバーとそっくりの植物なんですけど、黄色カタバミって言うんだっけ。かなり現実世界にそっくりな植物が多いですよね。多分名前違うと思うけど。で、上のこれ？これ、吹きじゃないっけ？なんか見たことあるぞ、これ。で、今作の宇宙船って浮いてるんだ。で、特に不時着することもなく。これ、本当一人用じゃないと乗れない小ささだよね。コンパクトだなぁ。で、あれは？あれ、オッチンじゃない？例の PV で見た可愛い犬オッチン。これ、イチゴじゃない？これ。この植物。ま、いいか。にしても、主人公ちっちゃいなぁ。オッチン。あら、可愛い。もっちもちしてる。きなこ餅みたい。おっちんです。レスキュー隊、レスキュー隊救助犬？おっちん。出身性、鍵屋性？主人に忠実な新米救助犬。新米なのか。写真ドヤ顔してるな。代々、隊長の家に仕えている宇宙犬の子孫。初ミッションとして、オリマーの捜索に同行。なかなか、辛いというか、最初から重大なミッションなんじゃないかな。え？救助犬と合流した。レスキュー隊の救助犬、オッチンと合流した。6人の隊員は一体どこにいるのだろう。かわいい。オッチンが何かを伝えようとしています。主人公は喋らないのね。どうした？引っ張ってみたいな。向こうに何かあるみたい。よう、救助者を発見。うん、ピコピコンって聞こえるね。呼ぶ。直ちに救助活動を始めてください。 B で、ほっ、 B でピクミンと同様にオッチンもこうやって呼ぶことができるのか。で、指示する。 A？ピュービってした。私も手伝う。ん、あれ、X かな。あれ、よいしょ。あ、こういう時ってあんまり作業の邪魔しない方が良かったりするよね。よし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 、なんかあげたい。あの骨とかジャーキーとかあげたい。そういうの持ってないの？誰？あ、目覚ました。うん、あれ、オッチン？あ、名前知ってるの？ってことは顔なじみ？髪がすごいな。あ、やった、僕の救難信号が届いたんだ。君がオッチンと僕を助けてくれたんですね。あれ、
あれっつった。え、日本語喋んのあなた。おっちんが隊長以外の言うことを聞くなんてちょっとびっくりです。隊長がいるんだ。ん、おっと、申し遅れましたが、僕はコリー、レスキュー隊のオペレーターです。コリーさん。コリー、レスキュー隊隊員。出身生は鍵屋生だから、おっちんと一緒の出身だね。レスキュー隊のオペレーター、隊員らへの情報伝達が主な担当業務だが、宇宙船の整備などの雑用もこなしている。うんうん。オペレーターと合流した。そこなんだ。隊長さんは真ん中かな。おもながだね。レスキュー隊のオペレーターコリーさんと合流した。他の隊員は一体どこにいるのだろう。体験版のうちに全員集められる？あれーあれーっつった。土砂で行き止まりだし、土砂で行き止まりだし、お腹は減るし、体力温存のため寝ていたところです。そうなんだ。もうちょっと陰になるところで寝ていた方がお肌に優しいんじゃ。話には聞いていましたが、君は新人隊員の果汁さんです。あ、呼んでくれるのか。じゃあ、果汁がいいかな。君は新人隊員の果汁さんですよね。はい、そうなんです。ピクミンの冒険には前々から興味があったんですけど、なんせそのピクミンが、死んじゃうのが嫌でずっと敬遠してました。これから、ちょっとずつ、その、生き物との、壁に立ち向かっていきますので、よろしくお願いします。見える？改めて、救援に来てくれたことを感謝します。ありがとうございます。こちらこそ、呼んでくださって。君に緊急出動の信号を送ったのは僕なんですよ。僕たち、レスキュー隊の状況ですが。アニロー。この星へ降りようとしたとき、宇宙船が操縦不能になってしまって。なんで？かなり整備が行き届いてたはずですよね。あ、どうしてですか？にょー。それが原因不明なんですよ。なんか宇宙船の電波とか機械とかのこう調子をおかしくする回電波みたいなのを飛ばす原生生物的なものがいるんじゃないでしょうか。隊員は6人いたんですが、脱出の時ジリジリになってしまって、もうなの。そうなの。遭難したオリマーさんを探しに来た僕たちまで遭難しちゃったわけです。二重遭難って、あのオリマーさんも言ってましたよね、 PV で。ちょっといっぱいいただきます。失礼しました。いや、今はいいや。また探索できるようになってからね。いやはや情けない。もへい。僕たちの宇宙船、シェパード号ですが、あっちに不時着しているのは調査済みです。そうなんだ。僕一人じゃたどり着けなかったんですが、君も来てくれたことだし、宇宙船に戻れるかも。ん？ヌーポー？道すがら他の隊員にも会えるといいんですけど、そう簡単に行くかな。あ、そうだ、これを渡さないと。パッド？これはタブレット。おー、隊員同士で情報共有する際に使います。まあこっちで言うスマホみたいなもんだよね。プンプレイ。左手側にある上ボタンでミッションリストを開いてみてください。えい。バージョン 20.0.1 果汁。ん、今すべきことは、このアプリを使えばいつでも確認できるんです。おー！頼りになるな。他にも便利なアプリがあるんですけど、落ち着いてからインストールしますね。それから今は上ボタンでミッションリストが開きますが、マイナスを押した後、ショートカットの設定から他の機能を割り当てたりもできるんですよ。こういうのはある程度ゲームに馴染んでからじゃないと設定しないかもね。ああ、読めるのか。レスキュー隊を救助せよ。レスキュー隊の、あ、これ、さっき見たね。遊び方を開く、マイナスポチ。ん？マイナス？ん？プラス閉じる、B、タブレットに。ああ、すごいこれ！レーダーマップ。うわぁ。これが私の乗ってきた宇宙船？で、今こうやって来て、コリーさんを見つけて、うわ、このマップ広いな。上方向の切り替え？ X。なんじゃこりゃ。
戻る。ミッションリストがこれか。ID カード情報。ん？あ、もう顔が見える。私、オッチン、コリーさん。この太陽マークは何？遭難しています。オリマー。あと二人誰かいるな。じゃ、隊長さん。でもさっき見た隊長さんこの感じ？この人なのかな？記録とログ。う！あらすじ。この星に到着してすぐ、救助犬のオッチンが駆け寄ってきてくれて、土砂の向こうに倒れていたコリー先輩。あ、え？これって、この赤い、まあ、果汁？この主人公が変えたってこと？土砂の向こうに倒れていたコリー先輩。コリー先輩って言うんだ、この子。コリー先輩を無事に救助することができた。他の隊員たちと交流するため、シェパード号へ向かうことにする。ふんふん。あ、で、一つ前が、キャプテンオリマーの救助に向かったレスキュー隊が消息を絶ち、彼らを捜索するために未開の星へ緊急出動することになった。一体、彼らの身に何があったのだろう。ふんふん。ログ。あ、これ、さっきのね、ストーリー。探索日数1。プレイ時間30。結構やってるね。ちょっと、飲み物をいただいていいですか？ここで。喋りすぎた30分間ずっと。ウシー。うん。ウシーっつった。では、シェパード号に向けて出発しましょう。お願いします。ところで、コリー先輩はついてくるの？先輩？先輩は、呼んだらついてくる？あ、ずっとこっち見てくる。先輩、えい。あ、来た！先輩来た！一緒についてきてくれるけど、まあ、のんびり行きましょう。今んとこ時間がないから。あの、時間があるということで時間がないっていう意味ね。これ何？植木鉢？これ。あ、ハスっぽいのが咲いてる。植木鉢だ。ちょっと歩くな、先輩。正直、もうこういう雰囲気だけで十分なんだけどさ。あ、宇宙船。あ、シェパード号。覚えてる。いろんな号がありますよね。確か前作ドレイク号だったよね。で、オリマーさんが乗ってきていたのが、なんだっけ、ドルフィン号。シェパード号。目の前にあるのに、ここからはどうしても行けそうになくて。あ、でもこの辺りを探索中に一つ気になる場所があったんです。もう少し行った先なんですが。こっから、行けって、オッチンに指示したらいけそう。ん？あ、そこは登れませんよ。僕も試しましたから。コリーさんを投げれば、おいって肩車とかしていけばいけそうな気はするんだけど。あ、この星の植物はすごく巨大なんですよね。あれで周囲の安全確認を忘れずに、いきなり原生生物が飛び出したりとかするのかね。そういう時は、今唯一攻撃ができる、オッチンが頼りかな。巨大っつうか、私たちがちっちゃいんじゃないかな。すごく馴染みがあるから。だから私たちの住む、なんだっけ、マイナスだっけ？あ、違う、リトライ。こんなあんの？今日の探索を終える、ショートカット設定。うわっ！うわ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 。まだいい。遊び方？うわぁ！あ、まだちょっとこれ、見ない方がいいかも。今からかもしれない。うん。トゥナベイ。あ、あれです。あそこに穴みたいなものがあるんですよ。どうにかあっち側にさえ行ければシェパード号は目の前なのですが、あと花みたいなのがある。あっち側。アニロー。手前の段差が越えられないんですよね。抜き道がないか R で探してみましょう。これじゃない？土の隙間から何かが。ん？ A で指示する。えい。ピュービー。
私も手伝う。手でかきかき。これぞ救助犬。あの堀はお手の物ですね。すごいぞっちん。どんどん土砂が。そっか、土砂レベルだね。私たちからしたら。もうちょっとだ。ポン。いい音。よしよし。あ、こんなん出たい。さすが、我が隊、自慢の救助犬、自慢の救助犬です。あ、二人ともなんかルンルンしてる。主人公も。おや？これって、さっきの穴と同じものじゃないですか。ビールン。お手柄です、おっちん。ペイリー。ペイリー。ひょっとしたら、ここの穴とあそこの穴は中で繋がっているのかも。あ、地下探索か。ピクミンの世界の地下ってろくなことないんだよね。結構深そうですが、入ってみる価値はありそうですね。私は、本気で来ました。ピクミンとしっかり対峙して、原生生物ともしっかり向き合います。やるかやられるか、そういう世界だと、ピクミンの本編はちゃんと理解してきましたから、入りましょう！おい！その意気です！それでは入りましょうか。ちょっと、こう、先輩、私もです。何が怖いかっていうと、その、やっぱ生物がね、身を守るためにこっちを攻撃してくるっていうことがあるからね。じゃあ行きましょう。一緒に。ん？読んで、先輩読んでる？よし、オッケー。じゃあ入りましょう。おい。おい。わあ。てか、先輩、いい声だな。始まりの抜け道、一回。探索に役立つヒントアドバイスをここに記す。たくさん学び、いてあれポヨンって跳ねたな。なんか、落ち葉でぬめって嫌だな。キノコも生えてるし。おや、おっちん？この反応もしかして、はぐれた隊員がここにいるのかも。いるっぽい？先輩もついてくるね。よし。これなに？キノコこれ。つくしっぽいけど。あと、この、落ち葉が固まった泥みたいなところ。リアルだな。長靴履いてないとこういうとこ歩きたくない。あと、嫌な匂いしそう。なんか。ここなに？あ、なんか光ってる。こっち側は？こっち側は行き止まり？こっちは行き止まりみたいですね。そうだね。よし、じゃあこっち、丘渡ってみましょうか。あの光綺麗だね。なんかいる。え？あれって隊員さんじゃない？え？でもなんかいる。なんかうようよしてる。なんか聞こえる。なんか聞こえる。ん？ワンワン。ホちゃん。あ、隊長？隊長ブルブルしてるの？あんなところに隊長が。果汁さん、あの方が我々レスキュー隊の隊長なの。さっきのコリさんみたいにどっかでこう、気絶していたりとかしたらなんか異言はあったかもしれないけど、これだとなんか、どっかの弟さんみたい。隊長、あ、紹介は後でいいから、早く何とかしてくれ！シェパードさん、シェパード隊長。何とかする、つっても、あ、原生生物に囲まれている。あ、やっぱ、そういうこと？多分、正面からだと見つかりそうだから、後ろから。おー、早く助けてくれ。なんで？見えない。ちょっと、で、あ、ちょっと離れて。で、えい！こっちに指示を。あ、溶けた！魂が。やはー。ふぅ、これで一安心かな。隊長、
原生生物体やっつけましたよ。そこから降りられますか。どどどど言ってる。え、捕まりっぱなしで腕がしびれてるのだ。ちょっと待て、今から降りる。おお、なんか喋り方かっこいい。シェパードさん、シェパード隊長。わお。てかてか。うん、てかてか。大丈夫か、コリー。あんただよ。ニュルーン。それはこっちのセリフですよ。無事で何よりですけど。なあ。いや、新人研修以来だな。レスキュー隊隊長のシェパードだ。どうも。シェパード隊長さん。カジューよ。君がオッチンを操ってあの生き物を。そうです。オッチンは私の言うことしか聞かないはずなのだが。新人研修が早速役に立ったようだな。グッてしてる、グッてしてる。いいね。研修中から君にはドッグトレーナーとして見込みがあると。ああ、はいはい。後付けはいいですよ、もう。シェパード隊長、レスキュー隊隊長。出身生は、コリー先輩と一緒の鍵屋生。オッチンと一緒だね。代々宇宙レスキュー隊を営む家系の99代目。キリがいいね。幼少期に山で遭難、救助犬に助けられた過去を持つ。その影響か、レスキュー犬保存会の会員でもある。なんでそんなことがあったんだね。隊長と合流した。おー、なんか様になってるね。隊長のシェパードと合流しました。隊長がいればなんとかなるかもしれません。少し希望が見えてきた気がします。ところで隊長、どうしてここに。地上で怪しげな穴を発見してな、覗き込んでいたら落ちてしまったのだ。あー、それは私たちも一緒ですね。入り方が違うけど。出口はないかと暗い洞窟をさまよっていたら、ぬるっとした生き物に遭遇して、なんかチャッピーみたいな、ナメクジチャッピーみたいなやつがいたね。倒したら溶けちゃったけど、あ、なんか殺したらっていうの嫌だな。だからこう、ほんわかとした倒したという言い方にするけどさ、やってることは本当殺害だからね。それをちょっと覚悟して私は今ピクミンやってますが。コリー、ちょっと待ってください。それってシェパード号の近くにあった穴では。僕たちその穴を目指してこの洞窟に入ってきたんです。うん、そういうことならこんなところに長居は無用だ。てかてか。みんなでシェパード号に戻るとしよう。いいね。はい、コピー。ん、それって何？あれ？果汁さん？何それって顔してる。この子かわいいな、この主人公の子。あの、PV で出てきたじゃないですか。デフォルトの顔なんだけど、この子で操作してみたかった。はい、コピーは、了解って意味です。それじゃあ、一緒に行ってみましょうか。はい、コピー。はい、コピー。ふっ。いいぞ。素晴らしい返事だ。これからの任務は、レスキュー隊のバイブル、レスキュー心得で覚えていってくれ。じゃあ、この後見てみようかな。まず、この洞窟から出てみたいんだけど。あー、待って。この、ちょっと匂いのする洞窟から出たい。インストール中。インストール早い。最近のタブレットインストール早いよね。あれ？この人たち一体誰？あ、この、これがいていた、なんだか99代目の、シェパードさんの家系の人たち？いろんな人がいるなぁ。レスキュー心得。A ボタンは押せないか。これは歴代の隊長たちが残した心得である。先人の知恵と思いが必ずや力となってくれるだろう。私の下の滑りも必ずや潤滑になっていくことだろう。現隊長、エルマ・シェパード。シェパードが、どっちが名前なのかな？エルマが名前なのかな？シェパードが名字？現実でも隊長のことは名前で呼ばず、名字で、ホニャララ隊長って呼んだりしますよね。だから、シェパードは名字だな？シェパード家ってこと？あんまり考えなくていいのかな？あ、そこにあるんだ。へぇ、オッケー。ん？なんか、オッチンの目が燃えてるマークがあるんだけど。ちょっといいですか？これ何？この、オッチンの目がもら、え？オッチンの目がも、
メラメラ、目がメラメラしてるこのマークは何？おちんかわいいね。戻って戻ります。必要に応じてタブレットに共有するので共有、現代だな。レスキュー活動に生かしてほしい。おっちんは君に懐いているようだから、君たちをバディとして認めよう。ありがとうございます。ん？救助犬を扱うトレーナーとしての能力、見させてもらうぞ。ちょっとプレッシャーかも。あ、そういうこと？じゃあまず、で、この状況。君ならどうする？果樹。まず、B で呼びます。呼んで、あ、よし。で、ドーン！そうだ、突進だ。みんなついてきてくれてるね。よし、じゃあ、こっちだね。キノコ。なんじゃこのキノコ。ちょっと触ると毒がありそう。なんかマッチ棒みたいなキノコだね。みんな歩き方がちょっと、もうちょっと のんびり歩いてもいいと思いますよ。うーわー、なんかぬめぬめしてそう、ここら辺。ん？この辺り、見覚えが？あ、そっか、シェパードさんはあの入り口の方から、私たちが出口としてるところから入ってきたんですよね。で、ここから降りることもできるようみたいですね。ようみたい。ん？上がれるの、こっから。ゲット！あそこだ。私はあの穴から落ちたのだ。よく覚えてるね。あんなに高いところから落ちてよく無事でしたね。私たちもですけどね。さっきなんかボヨンつって、なんか、スーパーボールみたいに尻餅ついただけで無事だったけどさ。それより、あそこまでどうやって登ればいいんでしょう。おや？光の下に何か、なんかマンホール的な排水口的なものがあるけど、下手に触ると何か起こるか、何が起こるかわからん。慎重に行動するんだ。なんでしょう。えい。おー！ X 長押しでオッチに突進させれば衝撃で物を壊したり揺らすことができる。あの、オリマー編で操作したなんか、緑色のオッチン、緑オッチンと一緒ですね。なんか、私の脳裏にその記憶が、あるんですけど。脱出！ちょっと、一口いただき、はい。喉が、果汁よ。初めて目にするものを触るときはもっと慎重にだな。でも、結果お笑いじゃないですか。まあまあ、おかげで脱出できましたよ。え？何その旗？隊長、レスキューフラッグを立てました。洞窟内の救助活動を報告します。遭難中の要救助者1名を救助。他に遭難者はいませんでした。わかった。この洞窟は調査完了とする。じゃ、この赤いフラッグが立ってるところはもう、調査完了したという印なんだね。これで無駄に入ることなく進めるということか。今回の件で人を助ける厳しさや難しさを君たちも肌で感じることができたと思う。まだ序の口だけど、こっからは、あの、恐ろしい私たちの大きさの何倍もある、原生生物と戦うことになるんでしょう？まだちょっと、この人を助ける厳しさや難しさは、これから、あると思うんですよね。果樹、おっちん、初めての救助活動ながらよくやった。救助されたのは大丈夫なんですけどね。それは私もひっそりと思ってました。まあまあ、隊長を救助することも立派な救助活動ですよ。ところでコリー、しばらく見ない間に大きくなったか？お？むしろ逆ですよ。遭難してから何も食べてないんですから。あ、コリー先輩、あれ？食いしん坊？食べるのはいいことですよ。どんどん食べましょうよ。こういう未知の惑星に来てるんだから。それもそうだな。さあ、我らがシェパード号は目の前だ。でもなんかいろいろ周りにあるな。ん？行きましょう。
ここは段差になって、この花何、これも、あ、で、あっち側から来たってわけか。ええー。じゃあ、降りましょう。ほい。うん。歩き方。シェパード号から煙が。リッチ抵抗。至急、船内の様子を見てきます。大丈夫かな？あ、待って、一人で、ま、大丈夫？あ、大丈夫だったんだ。テーモン。状況を報告します。船内を探索したところ、エンジンがオーバーヒートしていて、あー、現実でもよくあるよね。宇宙船は爆発寸前のところでした。過去の宇宙船の冒険だと、もうオーバーヒートを超えて爆発したことあったよね。なんだと、大丈夫なのか。はい、緊急停止したので、もう大丈夫です。エンジンの破損もありません。最近の機械って、作業がずっと続いてオーバーヒートすると、こうやって緊急停止することで、こう破損を防ぐ、破損とか爆発とかショートとかを防ぐ機能がもうすでに備わってるんですよね。だから、過去の作品みたいに爆発してこう、墜落なんてことはなかなかなくなったとは思うんですけど、それでも、いくつかの機械はまだ爆発とか起こるかもしれないからね。そういうのって人間にはわからんもんね。ただ、このトラブルのせいで、船のエネルギータンクが空っぽでして、あ、これかエネルギー1500っていうこと。まあね。なんてことだ。折り回しを捜索するどころか、この星から出ることもできないではないか。アンテナの部分で感情を伝えるのが、上手だね。いや、ちょっと待ってください。キャプテン・オリマーの交換日誌に何かヒントが。あったあった。これを見てもらっていいですか？このタブレット、おしゃれ。スタイリッシュですよね。公開日誌。あ、アヒルちゃん！お宝。この星で見かけるキラキラした物体を調べてみたところ、キラキラエネルギーが含まれていることが分かった。お宝発見！と喜びたいところだが、今私が求めるものはこれじゃない。なくしたドルフィン号のパーツなのだ。オリマー。シャープ31お宝。シャープってことはこれ、オリマーさんが、書いた順番かな。さっき50何番だったよね。今回31だよね。閉じます。カプチ？カプチ？つまり西から言えることは、モヘイ。この星のキラキラしたものからキラキラエネルギーを取り出せるってことです。それでシェパード号を再起動できればまさにお宝と言えますよ。お宝なんだね。信じがたい話だが、今の我々にはそれを信じて突き進むしかないな。テカテカ。テカテカ？ちょっと決まるときにテカテカっていうのシェパードさん、先輩じゃない、シェパード先輩？シェパード隊長。よし、早速キラキラしたものを探そう。新たなミッションだ。ルンペ。はい、コピー。あ、あ、エネルギーを確保せよ。どうやらキラキラしたものからエネルギーが得られるらしい。探し出してシェパード号を再起動するのだ。ではお宝を回収するにあたってビーグル号を使いましょう。私が乗ってきたやつだ。ビーグル号って言うんだ。コンパクトでいいよね、あれ。ビーグル号いい名前。ビーグル号ってことは戻るってこと？カプチ？カプチ？ビーグル号を呼ぶのにどこかいい場所はここら辺いいんじゃないの？ん？あれは何だろう。歩き方バタバタ。ルビー的な。え、あ、光った。ほにゃのん。これ、目印になりそうですよ。何かはよくわかりませんが。拠点としてちょうどいいじゃないか。ここを使うことにしよう。いや、呼べるのか。ヘッドポン。ペケポン？ビーグル号、配置完了しました。よし、これで準備が整ったな。さあ、お宝を探そう。お宝。あ、キラキラしてるもの。これキラキラしてないの？兄？あれで周囲を見渡すとしよう。このキラキラしてる、これキラキラしてない？この石。あ、
これ何？おお。ピック？食事でなんかフルーツとかを刺すときに使うピック？これはまさか？きっとお宝だ。あのキラキラ間違いない。確か高いエネルギー反応があればタブレットで確認できたはず。ええー、すごい。果汁さん、プラスを押してレーダーマップ、プラスで、レーダーマップを開いてみてください。はい。ニューパー。星マーク。キラキラエネルギーを確認。中央の星がお宝です。これからは近くにお宝があれば、レーダーマップで確認できますよ。ZL こっちを向く。え、なに？やったな。これは幸先がいいぞ。あ、幸先ってそう書くんだ。知らなかった。シェパード先輩、あ、シェパード隊長、ありがとうございます。あ、でも、どうやって運べばいいのだ？土に埋もれてるしね。あ、オッチもしかして。じゃあ、行けー！オッチンが、もう今んとこオッチンゲーなんだけど、これ。3。よし、動いたぞ。手伝わん。その調子、この尖ってる方は危ないけど持って頑張りたい。私もチャームおっちんありがとね。何から何まで。これがお宝か。こんな大きいものが回収できるのか。うし、回収時に物体を小さくする光を当てるので問題ありますスモールなんちゃらだね。早速ビーグル号で調べてみます。本当にエネルギーを含んでいればいいのですが。いくつ？50。やったぞ。エネルギーを検出したぞ。やも。こんな感じでエネルギーをあと250ほど集めればシェパード号を再起動できるかもしれません。ってことは別の土地に行けるってこと？シェパード号は廃屋専用なんだあ、燃料いいんだね。テニオク乗り心地は悪くなるかもですが、キラキラエネルギーだけでも動くと思います。そうだね。普通の車でもさ、こう廃屋使ってたものからレギュラーに変えたりするとあんま良くないって言うよね。うんうん。ただそのためにはもっと量が必要ですね。ゲット。それなら他にもお宝がないかあたりを探してみるとしよう。テロルンテロルン、新たなお宝を回収した。わーい。こっちもらってるね。よし。あ、オニオンある。ついに来たか。ここにも。てか、いいかな。手が込んでるし、割とこう、最近耕された感じ。っていうか、これ、最近、コミュニティデーに登場したお花じゃない？この青い花。ネモフィラじゃない？これ。ちょっと、ズームダウンして。これ、綺麗！溶けそう、かもしれない。あと、このお花がすごく気になる。まあ、とりあえず、そのオニオンが気になるな。オニオンだよね、これ。なんだ、これは。お宝でしょうか。ポッチン、ゴー！私も手伝う。うおー、あ、邪魔しない。邪魔しない方がいい。自分を掘り終えた。いいぞ、オッチン。手伝いたい。そのまま運んでくれ。でも、作業を邪魔しないっていうのも、私たちのお仕事かもしれない。うん！土側に行ったか。あ、上の植物なんか見たことある、あれ。花咲いた！花咲いて、あれ、ペレットだっけ？一個分のピクミンエネルギーが得られる、なんか、実みたいなやつ。動いたぞ！お宝じゃないのか？あ、もしかしてこのシェパード隊長とコリー先輩は、まだ、ピクミンというものを知らない？っていうか、この隊員である、新米隊員である私、果汁も、まだピクミンの存在を知らないという設定かもしれないね。あれ？なんでしょう。植物のようにも見えますけど。もしかしてこれが、
いや日誌が広まってるなら知ってるか。もしかしてこれがキャプテンオリマーの公開日誌に書いてあったプーナベイ、プーナベイオニオンっていうものでは。待て、なるほど、これはオニオンというのか。それじゃああの目は、カモン、よし抜く、えい、ワッフー、どうも赤ピクミンです。ツヤツヤしてるね。ほちゃ、でもこう見るとピクミンもなかなか大きいと思うけど、私たちがめちゃちっちゃいんだよね。あの石ブロックよりもちっちゃいからさ、現実だとほんと靴の中にすっぽり入っちゃうぐらいちっちゃいよね、ピクミンって。もしかしてこれがピクミン？知ってるのかコリー先輩。オリマーさんの公開日誌によると友好的な生き物ら、友好どころか尽くしてくれるよ、死ぬまで。だとしたらお宝の探索に協力してもらえるかもしれんな。何か怖がってるの、シェパード隊長。カリオさん、オッチン、ピクミンと仲良くしてください。もちろん。テンデル。ところで隊長、いつまでそうしてるつもりです？あれ？あ、もしかして隊長ちょっとピクミンが怖いの？あれ？モヘイ。え、あ、L や R でピクミンを選んで、これがオッチンを指示できるモード。で、L、R でこの赤い1となってるのがピクミンを入ってできるモード。今、ちょっと待って、ログを見たい。待って、ログはタブレット。で、遊び方で、あれ？ログどれだっけ？タブレットメニュー。これ。ログ。L や R でピクミンを選んで A で投げられるんでしたね。公開日誌。あ！ニュー！あ、すごい！ちょっと更新されたよ。ちょっと一口いただきます。てか、長いな。今1時間近くやってないですか？じゃあ、この新しく追加された日誌を読んで終わりにしましょうか。一旦ね。多分終わりにします。オニオン。その物体はまるで私を待っていたかのように立ち上がり、一粒の種を吹いた。どことなく故郷の星の玉ねぎに似ているので、オニオンと名付けよう。怪しく光る目が誘うように揺れている。オリマー。次。ピクミン。二番目でね。目を引っこ抜くと奇妙な生き物が現れた。離れようとしても私の後をついてくる。どうやら友好的な生き物のようだ。姿が私の大好きな野菜のピクピク人参にそっくりなので、ピクミンと呼ぶことにする。オリマー。ナイスネーミングセンス。次、救助求む。これだ。こちら、キャプテンオリマー。私は今、宇宙の果てにある未知の星で遭難している。至急、救助求む。ここもうちょっと探索したかった。レスキュー心得。うん？何？周囲の確認。R で周囲を見回し、R の上下で視点を変えよう。ZL で素早く正面を向いて、状況確認を怠るな。第5代隊長、ニルマン・シェパード。あ、やっぱりシェパードは、名字なんだ。これがエルマ先輩？あ、でもエルマ隊長か、今の。シェパード隊長というか、エルマ隊長って言いたいんだけど、名前を呼ぶのはまだ早いかもね。第5代隊長。ってことは、これだいぶ古いんじゃ。采配。L や R で的確な人員を選び、采配を振るうべし。即座に救助犬を選ぶには、L と、そんなテクニックあんの？なれるかな？即座に救助犬を選ぶには、L と R を同時に押すといい。第12代隊長、カーム・シェパード。6番目、突進。X 長押しで救助犬の力を貯めて突進せよ。走り、ぶつかり、揺らし、
壊して、こんなも切り開くべし。第38代隊長、モーガン・シェパード。いろんな名前があるな。ミッションリスト。うん。エネルギーを確保せよ。どうやらキラキラしたものからエネルギーが得られるらしい。探し出してシェパード号を再起動するのだ。ちょっと、あ、これがキラキラお宝。こっちを向く。うん。あ、ほい。ほい。よし、こんな感じね。まあいろいろ練習をするのか。お宝を探す。まずはピクミンを増やしてみましょうか。これで、ピクミンに、投げる？えい。で、こっちも、えい。で、あ、ピクミン、ん？あ、一旦呼んで、あれ、ピクミンをペレットに運んでもらう、ん？ピクミンにペレットを運んでもらうにはどうやって指示すればいいの？もう、ピクミンっていうゲームは知ってるんだけど、操作的には本当慣れてない。お、また目が生えたぞ。さっきの赤い実はペレットというもので、オニオンに与えるとピクミンが増やせるようです。なんとも不思議な生態だな。運んでくれた。こうやってピクミンは増えるんですね。じゃあ、引っこ抜いてみよう。えい。これも、えい。抜く。うっふー。ヘロン。今、5匹。で、あっち側に、指示できるあれ。えい。じゃあ、これも、えい。で、そのまま運んでくれる？あ、運んでくれるっぽい。ありがたい。そこにお宝的なものがあるな。もうちょっとピクミン増やす。じゃあ次はそこのペレットに、えい。じゃあそれお願いし、なんか思いっきり突進させてやればすぐペレットは、え？何これ？あそこの高台にもキラキラするものが。これは突進だな？X 直して突進？あ、違う。ほい。LR 同時押しで、オッチンを選んで、長押しでー、えい！カーンつって、あ、危ないよ、そこ！落ちる落ちる！あれ？これって、ゲームボーイ？アドバンス SP！ 危うくぺちゃんこになるところだった。私たちの手のひらに収まるゲームボーイアドバンス SP がこのサイズだからさ、この隊員さんたちめっちゃちっちゃいな。こんなんでピクミン潰されて、なんてやだよね。銃必要なのか。さて、どうやって運びましょう。もうちょっとピクミンの数が必要だから、引っこ抜きまーす。じゃあ、はい。よっ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 。ずいぶん増えたな。はい。よっと。今ピクミン10匹来ました。10匹来て、あ、違う、11匹か。で、ここで、あ、待って。あ、じゃあ、一匹こっちに再配しといて、まずは、SP とやらを運びましょうか。なんか、突撃ってできた気がするんだけど、突進。おっちんとピクミンの力を合わせて運ぶんだ。えい！あれ？ X はできないか。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10で、ピクミン、あ、こっちも、はい！ 13。頑張れ、見守ることしかできないが。あ、じゃあ私は引っこ抜いておく。はい！にょっ！にょっ！新たなお宝を回収した。200！ 150 ぐらいもたまらなかった。すごいな。で、二つの目のお宝回収しました。P で呼ぶんだよね。うん。フルで13。この調子でどんどん運び込みましょう。ってことは、あれ、どこだっけ？
もうちょっと上見てみよう。いいお庭だな。今作すごくこう世界観がいい、現実に近いというか、だからこそこう虫とか原生生物生き物出てきたらちょっとびっくりしちゃうかも。これあれ、キラキラというよりピカピカしてますよね。これって自転車のベルっぽいよね。あのちょっといい、ベルだよねこれ。ここにパイプの固定する場所があるもん。じゃあ行くよ。1、2、3、4、5、6、7。目標の300まであと少しだ。もうちょっとこれ手伝わせてもいい？はいほいほいほいって感じ。あ10匹。人数が多ければ多いほど運ぶスピードが上がるっていうのはピクミンブルームと一緒だよね。ヤッフー、やった。カジュウとオッチン、素晴らしいコンビネーションだ。ほとんどピクミンとオッチンがやってくれたことですけどね。私の役割は指示課。ありがとうございます。アイコピーはまだ違うと思う。ふふ、いいぞ、その調子で頼む。ピクミンとやらも従順で救助犬のような働きをするようだな。本当にね。あ、なんか、横になってくつろいでるピクミンもいるな。あとはお宝からエネルギーを抽出するだけですね。抽出って言いづらいよね。頼んだぞ、コリー。じゃあ一口いただこう。夜になっちゃった。ん？お宝からエネルギーを抽出して、シェパード号に流し込んでみます。うわ、そうやって出すの？ゲームボーイ。キラキラキラーってして、チュン。あ、そうか、このピックもあったか。キラキラってして、チュン。うわー、すごい、ちゃんと着陸するためのシェパード号が動き出した。300。お宝から抽出したキラキラエネルギーのおかげでなんとかシェパード号を再起動できました。やった、動いたぞ。飛び立つにはまだエネルギーが足りません。あ、そうなの。レーダーによる隊員の捜索はできそうです。よし、コリー、早速みんなを探してくれ。あ、救難信号がいくつかあります。おそらくはぐれた隊員たちとキャプテンオリマーのものだと思われます。オリマーさん近くにいるの？一刻も早くみんなを救助してやらねば。あ、1日目終わったんだこれで。ここが区切りがいいのかな。ちょうど救助した人、コリー先輩とシェパード隊長。この作、救助した人ってめっちゃいるってこと？大丈夫？集めたキラキラエネルギー。姫の矛、50。進歩の原石、150。オーバーアラート、100。あれ？勝手に名前が付けられていますね。こんなこともあろうかと、ビーグル号の AI に何でも命名してくれる機能をつけておいたんだ。そうなの。有名な鑑定家が監修しているらしいぞ。どうだ？すごいだろう。過去の作品やってたら、ああ、これは あの人が、あって言えるのかな。私わからない、まだ。ニューラー。隊長って新しいもの好きなんだよな。この隊員同士の、こう、おしゃべりも楽しいよね、見てて。楽しいけど、やっぱ、ピクミンはな、どうかな、これからやっていけるかな。もしかするとここで今度区切りになると思うので、今回の動画は一旦ここで、区切ろうと思います。今回は原生生物との戦いは、オリマー編で、あの、トゲトゲしたアルマジロだけでしたけど、きっと2日目からは、原生生物との戦いがあると思う。で、しっかり正しい指示をしないとピクミンが死んじゃうと思うから、気を引き締めて、
私もやっていけるまでやっていこうと思います。体験版だけど次あるのかな。じゃあ一旦ここで区切りますね。じゃあここまでご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあ私は次に進みますが、もうちょっと次回お待ちください。失礼します。